皆さんこんばんは、工藤です。11月12日、金曜日夜9時28分でございます。はい、今日もね夜配信やっていきたいと思います。はい、というわけで今日はね、まあ一番大きな、まあ、イベントというか、はい、出来事がね、はい、ありまして、今日の夕方の配信でもお話ししたんですけど、今日のお昼過ぎ14時くらいから、2時間ほどかけて、はい、ポッドキャストのねパーソナリティの、面談をやりました。はい、で、まあ、詳しい話はね今日の夕方の配信を聞いてほしいんですけど、はい、まあ、簡単に言うと、まあ、一応契約に関しては前向きに、はい、考えていて、まあ、重要な部分は重要なのは、まあ、いくらで契約するかっていう話、うん、ポッドキャストの収録と編集でいくらなのか、まあ、公式サイトなり、そのポッドキャストを運営するための、ウェブサイトの立ち上げだったり、まあ、文字起こしを、まあ、投稿するのでいくらかっていうのを、まあ、考えなきゃいけないっていう感じですね。うん、でその、私の希望額をとりあえず、会社さんの方に、提示しなきゃいけないという形になっていて、で私の希望額を提示した上で、企業さんとの、はい、なんていうのかな、まあ、なんだろう、私は希望額これです、でもさすがにそれだとちょっと難しいので、じゃあこのぐらいにしませんかみたいな、こう、はい、まあ、落としどころをねこれから決めることになるかと思います。で、私の希望額なんですけど、ちょっとね今日は、もう面談終わったのがもう4時過ぎで、そっからなんかあんまり疲れてしまって、はい、なんかあんまりお金のこととか考える余裕がなかったので、はい、今日はちょっと、はい、考えてません。なので明日以降ね、まあ朝起きてから、はい、頭すっきりさせてからねちゃんと考えようかなと思っております。はい、で、そうだね、まあ面談の話に関してはこのぐらいかな、とりあえず今日は、うん、とりあえず、はい、明日以降、うん、契約のね、まあ、希望額を考えて、まあ、メールでね送るっていうことをやらないといけないかなという感じですね。で、まあ、疲れてね今日はあんまり夕方以降は何もできてないんですけど、一つだけ、はい、やったことがあります。で何かっていうと、昨日一昨日ぐらいから言ってる、リアリティの話、バーチャル駆動の話ですね。まあ、VTuber みたいな感じで、スマホでねこう私をこう映してで、その私の顔をこうフェイストラッキング したもので、バーチャル上のキャラクターを動かす、まあ、リアリティっていうねアプリがあるんですけど、でそれを使って、Zoom のパソコンの Zoom の、ビデオの映像として、まあ、使えないかなっていう、試みですね。うん、でそれに関して、はい、進展がありました。まあ、進展があったというか、もうはっきり言うともうできました。はい。うん、まあ、実際に Zoom でそのミーティングに参加したわけではないんですけど、もちろんね今日の面談はちゃんと実写でやりました。はい。で今日の夕方からちょこちょこやってたんですけど、うん、実際やってみるとそんなに難しくないかなっていう感じ。うん、まあ、いくつかそのリアリティっていうそのメインの、フェイストラッキングしてキャラクター動かすための、まあ、アプリの他にもいろいろ必要なものは出てくるんですけど、まあそこまで難しくないかな。うん、ざっくり言うと、まあ、リアリティが必要で、あとまあパソコン上で動かす、まあ、Zoom とかも必要だね。でその他にパソコン上で、まあ、OBS っていうのが必要だね。 OBS スタジオかな。うん、であと、レッツビューっていう名前だったかな、
っていう、まあ、アプリというかソフトも必要になります。はい。でこれらのうち、パソコンとスマホ両方に、ソフトだとかアプリをねこうインストールする必要があるものもあれば、パソコンだけでいいもの、スマホだけでいいものっていうのもあったりします。はい。リアリティの、まあ、アプリに関しては、スマホだけで、はい、問題ありません。で、あとはそうだね、スマホだけっていうのはリアリティだけかな。うん。で、OBS に関してはパソコンのみ。で、Zoom に関してもパソコンのみかな。うん。で、レッツビュー。でさっき、まあ、また聞いたことないワードが出てきたと思うんですけど、そのレッツビューっていうものは、パソコンと、スマホ両方にアプリと、ソフトをインストールする必要があります。はい。で、まあ、私もね今日やっとできた感じなので間違ってるところもあるかと思うんですけど、一応ね話しておくと、まあ、やってることとしては、まあ、リアリティに関してはまあ、カメラでね、でスマホのカメラで私自身を映して、でそれをトラッキングしてキャラクターを動かすっていうことを、まあ、リアリティのアプリ内ではやります。はい。で、じゃあそのスマホで映ったそのバーチャル上のキャラクターをどうやってパソコンのズームに映すかっていうと、まず、レッツビューっていうのがここで出てくるんですけど、レッツビューっていうのを使ってスマホの、映ってる画面をパソコンの方に、ミラーリングします。まあ、ミラーリングっていうのは、まあ、ミラーは鏡なんですけど、まあ、そのまま言葉通りで、スマホの画面をパソコンに、まあ、鏡のように、まあ、映すっていう作業が、そのレッツビューっていうソフトを使うとできます。でここに関しては、レッツビュー以外にもそういうミラーリングのソフトとか、まあ、私は Windows のパソコンを使ったりしているので、いろんなソフトの、できるんですけど、もしかしたら MacBook とか、まあ、その辺の、Apple 製品で、なんだろう、 MacBook と iPhone みたいな感じで、Apple 製品のその連携によってはもしかしたらその AirPlay とか使えばできるのかかもしれない。そこちょっと詳しく知らないから自分で確認してほしいんですけど、はい。なのでミラーリングの方法に関しては、まあ、いくつか、はい、ソフトとか、まあ、種類があるみたいなんで、自分が使いやすいのを、まあ、使うのがいいかなと思います。はい。で、ここまでで、スマホの、映ってる画面をパソコンに持ってくることができましたと。はい。じゃあその後どうするかっていうと、その後OBS スタジオっていうのを使います。パソコン上のソフトですね。はい。でこれは何をするものかっていうと、ゲーム実況とかね、そういうゲーム配信とか、あとは VTuber さんとかかなをやってる方ならわかると思うんですけど、まあ、特にゲーム実況とかが多いのかな。 VTuber やってる方はなかなかね珍しいってわけじゃないけど、まあ、ゲーム実況とかでも使うので、まあ、よくね出てくるんですけど、この OBS ってやつを使うと、まあ、YouTube にね、ゲームのキャプチャーした映像を映したりとかみたいなことが、はい、できたりします。でその OBS スタジオっていうのを使って、いきます。で OBS スタジオで何をするかっていうと、仮想カメラっていうのをなんか立ち上げるらしいんですよ。うん。まあ、バーチャルカメラでもあるのかな、仮想カメラだから。そうで、その OBS に映っている映像をカメラ映像として、まあ、出力することができます。で合ってるのかな、ちょっと言葉の使い方合ってるかわからないんですけど、その仮想カメラっていうボタンをポチって、標準でついてるのかな、 OBS スタジオに。でそれを押すと、まあOBS の画面に映ってるものが、まあ、仮想カメラ映像として出力されるようになります。はい。でここに、先ほど、スマホからミラーリングしてきた、まあ、リアリティの画面映像を OBS の
画面内にこう入れます。キャラクターがこう画面内に映ってるような状態ですね、 OBS に。でそうすると、OBS 内でその映ってる映像っていうのは、仮想のカメラ映像として出力されるので、他のところに持っていくことができます。で出力されて持っていく先っていうのが、まあ、Zoom、 ここで出てくるのが Zoom とか、まあ、Google Meet とかっていうね、まあ、いわゆるミーティングツールになります。で Zoom とか Google Meet とかね、まあ、そういうリモート会議したりするときに使うツールで、まあ、画像、あ、映像かな、映像かなんか、まあ、そういう文言の設定があると思うんですけど、音声と映像動画とかっていう設定があると思うんですけど、そこの部分で、まあ、カメラ選択できるんですけど、例えば、ノートパソコンとかで、ウェブカメラが内蔵されている場合だと、まあ、そういうカメラを選べばいいし、まあ、今回みたいに OBS からの出力を受け取りたいときは、なんだっけな、OBS バーチャルだかバーチャル OBS だかっていうなんかそんな感じの文言が確か出てくるので、それを選ぶと、先ほど OBS から出力したカメラ映像っていうのが Zoom にこうパンって映ります。はい、これでリアリティで自分のね顔をトラッキングして、まあ、二次元、バーチャルの、キャラクターを動かしている映像を、Zoom のミーティングなどで利用することができるようになります。はい、なのでツールとしては4つかな、うん、4つ使えばとりあえずできたっていう感じですね。まあ、本格的に、なんだろう、そういう、まあ、VTuber みたいなことをしたい場合は、まあ、スマホじゃなくていろいろ、なんだっけな、バイブトラッキングとか、ちょっとあんまり詳しくないですけど、本当に体全体をトラッキングするような、まあ、機材とか使うことになるので、まあ、もっとね複雑になるのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、まあ、パソコン単体で完結できる可能性もそういう場合はあるのかな。うん、まあ私の場合はそんなに VTuber 目指すわけでもないので、まあ、とりあえずなんかこう、リモート会議 のバーチャル上の私の代わりとして、まあ出て、まあ、ちょっとしたなんだろう、バーチャルでこう出たらやっぱ話のネタにもなると思うので、はい、そういう意味でもまあなんかリアリティぐらいでちょうどいいのかなと思ったりしています。はい、うん、結構ねやってみて、まあ、実際にミーティングしてみて、やってみないとわからないとこもあるかなとは思うんですけど、まあ、とりあえずね、Zoom の、まあ、カメラ映像として確認することができたので、まあ、一段落かなっていう感じでございます。はい、まあね、楽しいかな、うん、やっぱりそんなに難しくはなかったしね、うん、意外となんかこう、なんだろう、もっとこうプログラミングみたいなこうエラーが発生して、いや、なんでこれ動かねえんだろうとか、ここ設定いじんなきゃいけねえのかみたいな感じかと思ったんだけど、そうでもなかった。うん、まあ、4つソフト出てくるけど、まあ、ほとんど設定とかもいじることなく、うん、簡単にインストールしたらもうほぼ簡単にいけました。なのでちょっとねこの話聞いて自分もやってみたいとかっていう方いましたら、うん、なんかやってみたらいいんじゃないかなって思います。はい、まあリアリティだけじゃなくて、今日言いましたけど、イリアムだったかな、絵をね、イラストを投稿して、まあ、ライブ 2D みたいな形で、キャラクターを動かす、まあ バーチャルキャラクターの形式のやつかなとかも、まあ、ミラーリングする、まあ、アプリが違うだけで、はい、基本的には同じ仕組みでいけると思うので、はい、本当スマホと PC さえあれば誰でもできる、うん、めちゃくちゃ簡単だね。私もね学校で今働いているんですけど、生徒でねそういう、子がいて、授業に要はバーチャル上の
キャラクターで参加する子がいるんですよね。一番最初のきっかけやっぱそれかな。うん、すごいよね、本当。中学生とかでそういうの使いこなして、授業にね、こうバーチャルのキャラクターで参加するみたいな子がやっぱいるんですよ。いや、私最初それ見た時本当、それどうやってやんのみたいな感じだったんで、はい、一つ謎が解けたというか、うん、なんか、なんだろうね、ちょっとこう焦ってたというか、中学生でこんなことできるのに俺わかんねえんだけどどうしようみたいな感じで、はい、感じてた部分もあったので、はい、技術的になんとか自分でも実現できたので、はい、とりあえず一段落かなっていう感じです。これでね、もしもしなんか生徒の方からそれどうやってやんのとか、私もそういうことやってみたいっていうふうに言われたら、これをね、説明してあげれば全然できるので、うん、はい、また一つ、なんだろう、まあ技術的にもなんかいろいろ勉強になったなっていう、はい、感じでございます。まあ、あとは、はい、何かしらのイベントなりで、まあ披露するのが一番というか、まあ先かな、うん、楽しみだね。なんかちょっとね、今まであんまりその、まあ、顔出ししたりするのもそんなに好きじゃなかったんだけど、まあ、だからポッドキャストやってるみたいなところもあるんですけど、まあ、バーチャル上のキャラクターであれば別にいくらでもね、むしろ見てくださいみたいな感じなんで、はい、まあ、ただね、リアリティの場合手が動かせないんですよね。そう、自分の何だろう、手というか、顔はねトラッキングして、こう顔を横向いたりとか下向いたり上向いたりみたいなものとか、まあ、多少こう笑ったりしたみたいな表情とかも、まあ、できるんですけど、まあ、細かいね、表情、まあ、怒った時の顔とか泣いた時の顔みたいなものとか、あとそのさっき言った手、まあ、手をねこう上げて手を振ってもそれをトラッキングしてくれるわけではないので動きません。一応その規定の動作を設定することはできるんで、4つまでだったかな、4つまでこう設定ができるんですけど、その場合はスマホを触らなきゃいけなくなるので、まあまたちょっとなんかなんだろうね、やっぱ自分の手をトラッキングして動いてくれるのとはまた別の感覚かなっていう、感じです。はい、というわけで、はい、リアリティを使った、まあ、Zoom のウェブ会議、バーチャルの、まあ、映像で Zoom でウェブ会議するっていうことはなんとか実現できそうです。はい、働き方実験のミーティングというか定例会がどうなんだろう、今月もあるのかな、11月、ちょっと分かんないけど、もしあるんであればちょっとねこれで参加してみようかなって、はい、思っております。まあ、どんな反応来るかね、今までそうだね、ほとんどカメラオフで臨んでいたので、はい、まあ、どんな反応がもらえるのか、果たしてうまくいくのかっていうところもねまあ試していきたいと思います。すいませんすいませんはい、なので、リアリティにね使って、Zoom のイベントなんか、はい、どんどんねカメラオンで参加していきたいなというふうに思います。はい、というわけで今日の金曜の夜配信は以上になります。はい、で明日はそうだね、また朝配信しようと思うので、まあさすがに寝てる間にお仕事の方の契約をいくらにするのかを決めるのはちょっと難しいと思うので、はい、朝の段階では決まってはいないと思いますけど、そうだね、朝何の話しようか、まあ、何も決まってないですけど、とりあえず何かお話しできるようなことあればお話ししたいと思うので、はい、また明日土曜日の朝お会いしましょう。それではおやすみなさい。バイバイ。